プロタゴラスプロタゴラスは古代ギリシアの哲学者、ソフィストの一人である。70歳まで生きたとされ、後半40年間は自ら徳の教師を名乗り、ギリシャ各地を返礼した。アテナイにはしばしば滞在した。トラキア海沿岸の町のアブデラ生まれとされる。30歳頃からソフィストとしての活動を開始し、 ソフィストの術を一個の職業として確立したことで知られる。奇弁派とも言われる。シチリアとアテネで初めて報酬を取って教えた。また、紀元前444年、または紀元前前441年に、アテナイを中心とし南イタリアに大規模な植民都市取リオイ建設の際には、新憲法の制定を移植された。人間は、 万物の尺度であるという言葉で知られ、認識の相対性を主張する相対主義を唱えた人物の一人で、絶対的な知識、道徳、価値の存在を否定した。人間それぞれが尺度であるから、相反する言論が成り立つとする。物事が真実、何であるかということよりも、何かのように思われるということが重視され、そのため、他人を説得し状況を事故に、 有利なように展開する方法が正当化されることで弱論教弁の説得技術としての弁論術の質素とされる。こうした主張からソフィストは奇弁を用いて苦労しろと言いくるめるとみなされるようになった。一方でルネサンスが人間を尺度とする復興であったことから尺度の基準は人間であると主張したギリシア哲学、西洋哲学における ソフィストの存在を軽視してはならないことがわかる。世界大百科事典、第2版、プロタゴラスからトバんかハット ABC、トバんク、プロタゴラスプロタガース。2018年9月22日閲覧。哲学者、列伝9巻8章50。ありがとうございます。